はい、皆さんこんにちは、渡りぐるみちです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人信長編の続きプレイをしていきたいと思います。まあ、前回もですね、今回プレイしていくステージ挑戦したんですけども、まあ、あえなく敗退してしまいましたので、今回はリベンジになります。その後なんとかですね、実はリトライを繰り返していたんですけども、なかなかクリアができていないという状況なので、今回はですね、より一層慎重にプレイをしていきたいと思います。では早速合戦画面へと移動していきます。はい、では基本的な配置確認していきます。まずですね、主力信長の本体にはですね、柴田勝家、あと滝川一正のラッパ隊を入れました。今まではですね、信長勝家に続いて清正なんかの騎馬隊を入れていたんですけども、やっぱりラッパ隊のですね、混乱、これかなり強力なので、信長の本体に一正を入れて、まあ、混乱をね、打てるような状態にしています。でマップ左上なんですけども、秀吉、勘弁、この黄金コンビですね、ここはラッパ隊です。それに、重装歩兵の福島正信、これを入れてあります。これは守りに使いたいかなと思ってます。そして騎馬隊の前田慶次、加藤清正、竹中半兵衛、これは完全に騎馬隊で編成してあります。基本的な戦略はですね、まず最初にマップの左側、ここの矢倉を取って、ぐるっと移動するんですけども、続いてこちらの矢倉を取る、まあ、そういう段取りで進めていきたいと思います。では早速回戦です。まあ、そもそも倍の兵力がこもる、しかも巨額、小田原城に攻め込もうというのがね、なんとも愚策だと思うんですけども、まあ、秀吉はこの小田原城をね、10万とも15万とも言われる大軍で取り囲んだわけなんですが、こちらは3万4000がこもる小田原城に1万8000で攻め込もうというね、なんともちょっと戦略的にどうなのかという、まあ、戦いになったんですけども、まあ、そうは言っても、ここを攻略していかないとエンディングが見れないので、頑張っていきたいと思います。作戦は予定通りですね、今、画面の中央に映しているこちらの矢倉、これを落とす段取りで今、軍を移動しています。さあ、ではですね、二の丸を突破して次三の丸に入っていこうかという、まあ、そういう状況まで来ました。ここらで一回ですね、ちょっと温存していた桜ん玉を打ちましょう。滝川一正、秀吉、黒田勘弁、このあたりがね、桜ん玉を持ってるんですけども、合計3回打てるもの、うち1回を使いました。うわ、ここで一撃食らったー。一挙に兵力を失ったな。一回ちょっと戻りましょう。これがあるんですよね。順調に来てたんですけど、一気に1万の兵を失いましたね。いや、このね、片倉影綱の大筒、むちゃくちゃ強力なんですよね。これで一気に形勢が逆転されてしまったな。まあ、一旦ちょっと回復せざるを得ないので、回復しに行きましょう。めちゃくちゃ強力なんですよね。本当にね。しょうがないなぁ。桜玉はこんなところで使いたくなかったんですけど、使って撤退するのに使いましょう。片倉影綱の大砲をどうやって封じるかなんですけど、ちょっと封じようがないんですよね。いい方法があればもちろんいいんですけどね。さあ、黒田勘弁も一回撤退しよう。せっかくね、二の丸まで突入できたんですけどね、ここで勘弁を失うわけにはいかないので、なんとか逃げ延びてほしいところなんですけどね。勘兵衛がもう持たないな。勘兵衛がやられましたね。
本当にね、強力すぎますよね。あの大筒の一撃だけで形勢が逆転したからな。それまではね、どちらかというと我々の方が有利、信長軍の方が有利に戦ってたと思うんですけど、形勢が一発で逆転されてしまいました。まあ、残念ですけど、ちょっと立て直して頑張りましょう。で、その激戦の中ですね、残念ながら黒田官兵衛が壊滅という状況になっています。さあ、では兵力、3分の1ぐらい失いましたけども、将兵を回復したので、再びこちらの矢倉ですね、ここを取りましょう。この矢倉を取らない限り前に進めないんですが、ここの矢倉を取るときにですね、ここにいる片倉景綱などを大筒を食らうというね、これがね結構きついんですよね。まあ、さっきもご覧いただいた通り一撃で1万の兵力を失ってしまったので、今回さらに1万の兵力を失うともう壊滅してしまうので、もうこれ以上は食らえない、まあ、そういう状態ですね。さあ、大筒を打たれるかどうか、そこに全てかかってるんだけど、大筒さえ食らわなければ突破できるはず。急いでこの矢倉の南側に下がりましょう。ちょっとでも大筒から離れた位置取りを取りたいですよね。食らった、まあ、敵味方関係なく打ってくんだ。氏政を完全に巻き込んだ形で打ってきましたね。いや、これは強力だわ。とりあえずこの矢倉取って矢倉で回復しましょう。矢倉も南も南、一番南側で回復するのがいいかな。福島正則をちょっと生贄に捧げるぐらいでいいかもしれないですね。もう混乱させる能力を持った唯一の残りであった黒田官兵衛が撃破されてしまったので、もうこれ以上どうにもならないっていうね、そういう状態ですね。お、風魔小太郎が出てきましたね。この風魔が出てくると味方が強制混乱を食らうので、温存していたですね、お家芸、一斉奮起で、状態異常を回復します。気を抜くでないぞ、いけーという感じですけどね。ぐはは、ここに、ここまで届くか。福島正則が大筒食らいましたけど、ここで家康の加勢ですね。家康の加勢でどれくらい兵力が戻るかですけど。さあ、家康の兵力を足して1万6000。まあ、戦えなくはないかという感じか。まあ厳しいですけどね。ではちょっと危険を承知の上で一旦回復して、回復したら一気に本丸を目指しましょう。この片倉景綱の大筒を撃破するというね、そういう目標になりますね。よし、では突入します。まずは何といってもこの景綱の大筒、これを封じたいので、ここに突貫を仕掛けていきましょう。もちろん秀吉もね、もう混乱は使えないですけど、毒斬りはまだ打てるので入っていってもらいます。で、福島正則は一旦ここの矢倉を守ってもらいましょうか。
ちょっとこんなところでもう一回お家芸使いたくはなかったですけど、混乱してる輩がいるので一旦一斉奮起で混乱を回復します。まあ、王子作らって混乱した、まあそんな感じですかね。信長が死にそうだな。信長を一旦戻そう。数正は一旦離脱して、数正だけでもちょっとこの中に入り込みたい。信長と勝家が死ぬ可能性があるので、一旦ちょっと撤退します。ここでね、滝川一正の混乱が打てたら一番良かったんですけどね。残念ですね。まあ、ちょっとドッキリで一旦忍びましょう。もう信長これ以上先には進めない兵力になってしまったので、信長温存ですね。なので、勝家だけ使いたいので、勝家は分断から一旦離脱させます。で、あとは家康隊とかの到着を待ちますか。さあ、本丸に突入できたな。そしたら、まずは、怖い怖い、片倉か月な。これを狙いつつ、鉄砲騎馬隊の正宗には、滝川一正を差し向けましょう。で、勝家はちょっと ここにいる邪魔な鉄砲騎馬隊を提供してもらいます。で、さらにここが勝負どころと考えてですね、お家芸大輪鼓舞、これ最後の一撃発動します。天に昇るはこの信長ぞ。秀吉もちょっと兵力は乏しいですが、正宗を撃ち抜きます。まずはね、この小田原城の本丸、ここを落としたいですよね。兵力的には逆転できたから。そしたら、勝家も本丸に突入させましょう。正宗を撃破です。天海が現れたか。天海はどこにいるんだろう。ちょっと確認しますね。あー、マップの右上に出てきましたね。これをどう倒すかだな。強そうだけど、そうなると、島正則をまずちょっと戻しましょうか。相手本陣落としました。で、櫓で敵を迎え撃ちたいですね。できれば。家康が天海を撃破してくれましたね。まあ、あの天海と家康は史実では仲が良さそうでしたが、ここでは敵味方に分かれて、戦ったという状況ですね。ではですね、まず数正を離脱させて、数正はですね、
まあ、この2クキー、砲術、ここで敵から奪ってですね、狙撃をしてもらいたいと思います。その他の部隊は一旦、城門の破壊等を行っていきます。で、秀吉と正則はですね、敵の造園櫓、ここを潰しに行ってます。いや、これ本当家康が強くて助かりましたね。天海は、織田勢は手を加えることなくですね、抵抗できました。では、数松ですが、砲術を発射していきます。今までやられてたことを逆にやり返してやる。まあ、そういう感じですかね。敵の櫓を潰しました。さあ、では、秀吉隊も敵の殲滅に向かってもらいましょう。さあ、では最後の敵兵ですね。まあ、これも忠勝が勝手に倒してくれそうなところですけども、信長も一応今ね、向かっていってます。はい。敵を壊滅させました。だいぶ苦戦して、まあ、5、6回やり直したと思うんですけども、なんとか、このステージ、攻略できましたね。おそらくですね、評価は相当厳しいとは思うんですが、見ていきましょう。さても世の中は広い。俺より強い者がおるとはな。それにしても気持ちの良い戦だったわ。これで天下を取らずは俺が承知せん。そう、62%か。まあ、大筒を食らったのでしょうがないですかね。レベルがアップしましたね。まあ、信長編はこれが最終回だと思いますので、まあ、このレベルアップは嬉しいですが、まあ、ここまでだったのかなっていうところはします。曲編、極み編、第一章が追加。これはちょっと見てみたいですね。これが最後の戦でした。信長様はついに天下を平定なされたのです。初めてお会いしたあの日、目の前を駆け抜ける若き狼。父道さんの目には見えていたのでしょう。信長様が戦なき世を作るこの日のことを。あの男をどうに貴重に。その方のこと、私にはよくわかりません。ずっと目で追っておるではないか。ん？父上。あれはいずれ高みに登るやもしれぬ。高みでございますか？おう、天下人という名の高み。織田信長、覚えておくがよいぞ。あれからもうどのくらいの時が過ぎたのでしょう。いつまでも続くかと思われた戦乱を断ち、信長様は見事太平の世をお作りになられたのです。
はい。ということで、攻略完了になります。こうやって見るとやっぱり俳優陣が豪華ですね。もう亡くなられた方もいますけど、すごく豪華な俳優陣と、骨のある難易度だったのかなとは思います。まあ、簡単なステージももちろんあったんですけども、今、プレイした最終ステージなんかは特にですね、何回も何回もやり直して戦略を立て直して、ようやく攻略にたどり着いたというところもあったかと思います。では、天下人信長編、これで終わりにしたいと思います。